お世話になります。一人でございます。マックスレイドバトルは味方が弱いということでよく批判されていますね。では逆に強い味方はどのポケモンなのでしょうか。ということで今回はマックスレイドバトルにおける強い味方ポケモンランキングをご紹介したいと思います。まずは第5位、ビジネスマンの富久の嘆きです。このポケモンは耐久性が味方になるポケモンの中でかなりトップレベルで長く生存してくれるのが最も大きな長所です。それでいて技もタイプは偏っていますが、瓦割り、メガトンパンチ、リベンジなどで比較的安定して攻撃を当ててくれます。まあメガトンパンチを外しまくった時には彼にメガトンパンチをお見舞いしたくなりますけどね。それもどうせ外れるんでしょうけど。嘆きにはソルロックのような罪な積み技もないのは優秀です。相性が良ければ1位でもおかしくないくらいのポテンシャルがあります。ただ圧倒的な欠点があり、それはゴーストタイプに何もできないという点です。これは大きすぎる欠点でランク外も考えましたが、それでもやはり耐久性が結構あり、相性が悪い際は攻撃の元になれば他の味方を生存させる手段としてもなかなか役立ちます。またゴーストタイプ以外にはかなり活躍してくれるので5位にランクインです。次は第4位、ダンサーのリノの弱しです。まずはこのポケモンも群れた姿なら耐久性がしっかりあり、一旦で瀕死になることはほとんどありません。控えめに言って弱しじゃなくて強しです。技は全部攻撃技でしっかり攻撃してくれますし、なかなかやってくれませんが HP が半分以下の時の使用技をやってくれた時には無神論者でも神様に感謝の祈りを捧げたくなるでしょう。欠点としては技のタイプが水タイプのみであることと、アクアテールを外しがちという点、魚群のエフェクトがうざい点、あと特性が貯水のポケモンには何もできない点です。一見欠点が多いようにも感じますが、技のタイプの偏りについてはバリアを割る上でそこまで大きな欠点ではありません。特性が貯水のポケモンについてはそもそもそれほど数が多くなく、相手も水タイプでこちらの生存力も高くなるため欠点はそれなりにカバーできています。アクアテールの命中率は 90% ですから気にしすぎるほどでなく、魚群のエフェクトはドン・マイケル・ジャクソンのポーなので4位にランクインです。次は第3位、短パン小僧のトシヒロのハリー戦です。まずこのポケモンも例に漏れずレイドの味方ポケモンの中でならそこそこ物理耐久がある方です。それに加えて特性威嚇で物理攻撃をしてくる相手なら実質こちらの耐久が上がることになります。しかもハリー戦だけでなく味方全員です。さらに気合の助けを持っているので相性が悪くてもしっかり1回は耐えてくれます。ハリー戦は技も良くて塩水、滝登り、毒好き、ミサイル張りでタイプが豊富で命中率も低すぎるわけではなく安定しています。毒好きで相手が毒ったり、 HP 半分以下の時に塩水で大ダメージだったり、プラスアルファの意外な点にも期待できます。ギャンブラーの方だったらこのポケモンが来たらよだれダラダラになるでしょうね。欠点としては特性威嚇は結局相手にかき消されるので最初しか意味がない点と、特殊耐久がかなり低いことです。ただ欠点として大きなのはこれくらいで、耐久性についてはタスキで結構カバーできるので安定性はかなり高く3位にランクインです。次は第2位に行きたいところですが、ここで惜しくもランクインを逃したポケモンを簡単にご紹介したいと思います。まずはカビゴンです。このポケモンは能力値として耐久性が高いだけでなく、タイプ的にも弱点が少ないのでめちゃくちゃ優秀でランクインしても全然おかしくありません。ですが技がいまいちで、まずタイプが偏っていて噛み砕こそあるもののあまりやる頻度は少なく、相手がゴーストタイプだとかなりきついです。他にも癖の強い技があり、それは何かというとかなり高頻度でやる意外インパクトです。一ターン動けなくなるので、とにかく毎ターン攻撃してほしい。マックスレイドでは致命的な欠陥だと思います。まさに技名の通り、私たちに悪い意味で意外インパクトを与えています。なのでランク外となりました。次はコータスです。このポケモンは耐久性がそこそこあり、技も高速スピンや火炎放射などがあってそれなりに優秀です。左で炎技が強くなるのもグッド。ただ高頻度でやりがちなクリアスモックがきつく、結局これで台無しで、クリアスモックをやってる間に瀕死になり、技は悪くなくても無意味になるんですよね。私たちにとっては全然クリアじゃなくアンクリアスモックです。なのでランク外となりました。次はマニューラです。氷のつぶてを持っていて、他にも技がめちゃくちゃ優秀で素早さも速いですが脆い。サンダースは技がそこそこ優秀で素早さが速く、特殊耐久もそこそこですが物理が脆い。ピカチュウは技がそれなりに優秀で素早さが速く、気合のたすきも持っていますが結局脆い。エンニューとは技がそれなりに優秀で素早さが速いですが脆い。クイタラーも技がかなり優秀でタイプも豊富ですが脆い。という感じで脆いさんたちは素早さが速かったり先制技は強かったりしますが、やはり結局数ターンかけて攻撃するのと同類だと思いますので、ランク外になりました。それではランキングに戻りまして、2位に参りましょう。第2位はスクールボーイのヒロキのドロマンコです。まずはこのポケモンは HP や防御、特防もそこそこの数値があり、その上で気合の助けを持っているので耐久性の面では結構優秀です。技は怪力、岩石封じ、10万馬力、バカ力ということでタイプがばらけていて、しかも全部攻撃技なので安定して攻撃してくれます。見た目の割にやたらと暴力的で威力も高い技が多いので、バリアが壊れている状態でもそれなりにダメージを与えてくれます。ただ欠点は岩石封じ、10万馬力で命中率が若干低いのと、バカ力による攻撃と防御のダウンがある点です。といっても命中率はいずれも 95% で低すぎることはなく、バカ力も使いまくるわけでもないので大きな欠点とは言えません。ですので2位にランクインしました。それでは最後、堂々の第1位はポケモンブリーダーのマサフミのダダリンです。まずはこのポケモンはここまでのポケモンと同様に防御特防の数値がそれなりに高く、耐久性がかなりあります。しかも技にギガドレインがあり、あまり頻度こそ多くないものの攻撃しつつ回復してくれるので完全にデ
激杉くんです。他にも技はジャイロボール叩きつけるシャドーボールという感じでタイプが豊富で威力もそこそこ高いのでかなり優秀です。欠点は叩きつけるの命中率が 75% でかなり低いことと素早さが遅いことくらいなので長所と比較したら圧倒的に長所が勝つと思います。はっきり言ってダダリンはめちゃくちゃ派手に活躍するわけではないですが地味に確実に味方として貢献してくれるので1位にランクインとなりました。ということで正直めちゃくちゃ迷いましたが私は安定性を重視してランク付けしました。バリアを割るのが基本となるレイドバトルではとにかくフィニッシュになる回数が少なく少ないダメージでも毎ターン確実に攻撃できる技を持っていれば優秀と考え今回のポケモンを選出しました。異論は認めないどころか求めるくらいなのでぜひ皆さんにも自分なりのランクをコメントで書いていただけると嬉しいです。というか最初に強いポケモンランキングと言ったんですけどよく考えたらドイツも強くないですよね。ということで以上マックスレイドバトルにおけるマシなポケモンランキングの動画でした。